ボンの歌詞に隠された秘密、戸部と滝沢秀明の熱い絆、ナンバーアンダーライン愛のボンに乗り込みな To be in the world with you って会社名を歌詞に入れちゃうほどこの会社好きなんだな。ジャニーズ事務所という巨大なエンターテインメント帝国から飛び出し、新たな道を切り開いた滝沢秀明。その行動は多くの人々に衝撃と驚きを与え、同時に大きな期待と興味を呼び起こした。2022年9月、自ら設立した芸能事務所、戸部の門を叩いたのは、ジャニーズ事務所から独立した数々のタレントたち。その中には、元ジャニーズ JR のグループ、IMP。元、キスマイ FT2 の北山博光、そして現 V6 の三宅健という、それぞれが輝かしい経歴を持つ個性的な面々が名を連ねている。戸部は、設立当初から大きな注目を集め、その動向は常にメディアの注目の的となっている。しかし、戸部が単なる新たな芸能事務所として注目されているわけではない。そこに存在するのは、滝沢秀明というカリスマ性あふれるリーダーシップと、彼を信じるアーティストたちの強い絆、そして、その絆を育む夢と希望。という壮大な物語である。戸部の設立発表後、SNS 上では、タッキーの愛称で親しまれる滝沢秀明に対する賛辞が溢れ返った。所属アーティストたちは、一様に、タッキー最高、タッキー大好き、と、彼への尊敬と愛情を言葉にする。その熱量は、単なる、社長と所属アーティストの関係を超え、まるで家族のような絆を感じさせる。タッキーは 99% でアーティストを守っていて、自分は 1% ですよ。最高の社長です。タッキーの俺がみんなを守る。って有言実行なところ、こんな社長さんは他にはいてませんよね。本当に頼もしい。缶の中の缶だと思います。私もずっとタッキーの時代好きです。タッキーみんな大好きですよね。タッキーは彼らの夢、次々叶えてくれて、IMP 大人げになりましたね。タッキーのおかげです。私もタッキー大好き後輩だけど、尊敬してる。こんなに人を守ろうと思ったのは初めて。これらの言葉は、単なる言葉ではなく、戸部のアーティストたちの心の声、そして、滝沢秀明という人物に対する深い信頼と尊敬の証である。なぜ彼らはこれほどまでに滝沢秀明を信頼し、愛しているのか？その答えは、滝沢秀明の人柄と仕事に対する姿勢にあるのではないかと私は考えている。滝沢秀明は、アーティストを単なる商品ではなく、一人一人を人として尊重し、寄り添うことを大切にする。彼は、アーティストの個性や才能を最大限に引き出し、彼らの意見に耳を傾け、時には厳しく指導する一方で、常に温かい眼差しで支え続ける存在である。タッキーは、どんな意見もメンバーのどんな性格も否定しないんだね。タッキー社長は、仕事に関して良いものを作るために注意するときは、しっかり注意するけど、その他では優しさで溢れてますからね。人見知りの岸くんが慕ってるというのは、すごい。これらのコメントからも、彼の温かさと包容力を感じることができる。さらに、滝沢秀明は、アーティストの夢を叶えるために、あらゆる努力を惜しまない。彼は、アーティストたちに、夢を叶えるための最高の舞台を提供し、彼らの才能が開花する環境を作り出すことに全力を注いでいる。どのアーティストも移籍するにあたり、タッキー社長と直接会話ができていることが信頼につながっている気がします。なかなかデビューさせてもらえなかった IMP が全事務所で埋もれないでよかった。とつくづく思うし、それぞれの個性が光っている IMP はもっと上へ行けるグループだと確信しています。戸部に行ってからみんな笑顔が増えたし、幸せそう。タッキーありがとう。ナンバーアンダーライン愛のボンに、乗り込みな To be in the world with you って会社名を歌詞に入れちゃうほどこの会社好きなんだな。
タッキーありがとうってなりました。三人がすごく充実しているんだろうなということが手に取るようにわかります。これらの言葉は滝沢秀明がアーティストたちの夢の実現を自分のことのように願っていることを物語っている。そして滝沢秀明と戸部のアーティストたちとの間には単なる契約関係ではなく深い信頼関係が築かれている。それは言葉の端々から伝わってくる。アーティストたちは滝沢秀明を心の支えとして信頼し、彼の存在に大きな安心感を得ている。タッキーのことを信じていること分かっていても話したくなりますね。これ見て今までもみんな社長のこと好きなの分かってたけど、信頼関係を改めて確認できて涙出てきた。社長が大好きなタレントしかいないって、どこかの元社長とは違う。これらのコメントから彼らにとって滝沢秀明がどれほどの存在であるかを想像することができる。しかし疑問も浮かび上がってくる。戸部の成功は果たしてタッキーだけの力なのか。確かに滝沢秀明のリーダーシップは戸部の成功に大きく貢献していることは間違いない。しかし戸部のアーティストたちの才能や努力、そしてファンたちの熱烈な支持もまた忘れてはならない要素である。祭り社長も怒るねというコメントは、戸部の成功は滝沢秀明だけの力ではないことを示唆している。戸部の成功は滝沢秀明というリーダーの存在、アーティストたちの才能と努力、ファンたちの熱烈な支持、そして戸部を支えるスタッフたちの献身的な努力など、様々な要素が複雑に絡み合い一体となって実現したものである。戸部はまさにチームワークの賜物と言えるだろう。では戸部は今後どのような道を歩むのか。全事務所に残る残らないだけでなく、選択肢がいろいろある中でタッキーに人生をかけたのだから、好きなのはもちろん信じられる人、好きなことをやらせてくれて俺が守る、こんな社長に出会ってみたい。このコメントは戸部のアーティストたちがタッキーという存在にかける覚悟と彼ら自身の夢に対する熱い思いを表している。戸部の未来は彼らの夢と希望をどのように実現させていくのか、そしてどのような新しい感動を私たちに届けてくれるのか、楽しみでならない。戸部の成功は一体何によってもたらされたものなのか。滝沢秀明というリーダーシップ、アーティストたちの才能と努力、ファンたちの熱烈な支持、そして戸部を支えるスタッフたちの献身的な努力、あなたはどの要素が最も重要だと考えるか。戸部の未来はあなたの想像をはるかに超える夢と希望で満ち溢れているのかもしれない。ぜひあなた自身の考えをコメントで共有してください。そしてこの夢の物語はまだ始まったばかりだ。